センターご覧いただいて手を振ってください。もう,さいもう少しください。します。もうちょっといただきます。ああ後ろの方も。さあそれではお一人ずつご挨拶をお願いしたいと思います。 まずはキュアサマー夏海真夏役ファイルーズ愛さんお願いいたしますいくよときめく常夏キュアサマーキュアサマー夏海真夏役のファイルーズイですよろしくお願いしますありがとうございますさあ続きましてキュアコーラル鈴村産後役<ー>花森ゆみりさんお願いしますじゃあ前よ、ちょっと出ようね いくよきらめく宝石キュアコーラル <laughs> 鈴村さんご役そしてキュアコーラル役の花森ゆみりですよろしくお願いしますありがとうございますさあ続きましてキュアパパイヤ一ノ瀬みのり役石川由依さんお願いいたしますはいじゃあいくよいくよひらめくフルーツキュアパパイヤ キュアパパイヤ一ノ瀬みのり役の石川由依ですよろしくお願いいたします <laughs> あ,ありがとうございますさあ続きましてキュアフラミンゴ滝沢飛鳥役瀬戸あさみさんお願いしますはいいきますはためく翼キュアフラミンゴ <laughs> キュアフラミンゴ滝沢飛鳥役の瀬戸あさみですよろしくお願いします ありがとうございますさあ続いてキュアラメールローラ役日高里奈さんお願いしますはい。行くわよゆらめくオーシャンキュアラメールはいローラそしてキュアラメール役の日高里奈です本日はよろしくお願いいたします <laughs> 皆さんありがとうございます そしてこの方にもご登場いいいたただきたいと思います本作では真夏たちが雪の王国シャンティアに招待されます、これシャンティアの新しい女王の誕生をお祝いするために招待されるんですがということでプリンセスの存在は欠かせません、ここでお呼びいたしましょう雪の王国シャンティアのプリンセスを演じられました松本真理香さんですステージにお願いします。 えーえー、皆さん、は、え、じ、ー、めまして、えー、松本まりかです、えー、今回、えー、雪のプリンセス、えー、シャロンを、あのー、演じさせていただきます、えー、今日はこうしてあのプリキュアたちと、あのー、こういう場に立たせていただいて、あのー、すごくちょっと緊張しています、えー、今日は楽しんでいってください、よろしくお願いいたします。 本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。 さあまずファイルズさん、松本さんに伺いたいと思います、いよいよ映画完成しました、今、お客さんの前に立たれてのお気持ちはいいいかかかかががででしょうイさんいかがですかはい、あの皆さんの前にこうしてあのフルでお客様が入った状態であの映画の公開をお祝いすることができるっていうのが、スター・トゥインクル・プリキュア以来、なんと2年ぶりのことなので、ね、あの皆さんありがとうございます。本当にあの これを実現させるために本当にたくさんのスタッフの皆さんがものすごく努力をしてくださったおかげで無事こういう日を設けることができましたのでそんな素敵な場にキュアサマーと一緒に来ることができてすごく嬉しいですそうですよね本当に拍手もありましたけど、はい、お客さんも嬉しいですよね,ねありがとうございます松本さんは今お気持ちいかがですか えー、私もこうやってあの本当に「プリキュア」のこの世界にあのお邪魔させていただいている皆のですがこうやってあの本当に2年ぶりの念願のあのこういう公開の拾者,者の日に <laughs> あの立たせていただいてなんだか本当にすごく嬉しいですし。あの ちょっとこう。私はプリキュアたちをあの前にしてすごくドキドキワクワクしています。私が楽しんじゃってます。はい、はい、これをトロピカルって言うんですよ。あ、<laughs> <laughs> あじゃあちょっと言い直してもいいですか？はいや今日はとってもトロピカってます。 無料ですね。こ <laughs> れしいです、ね、はい、スネーク無料でございます。ねはい、松本さん、初めてそのオファーが来た時ってどんなお気持ちでした、はい。驚きました。あの、私がプリキュアの声優さんをやっていいんですか？っていう気持ちで、あのすごくオファーを嬉しかったですし、あのこのプリキュアの世界に入れるんだっていうことが、やっぱりすごく嬉しかったですね。 あの子供たちのやっぱり憧れの的じゃないですかそのワクワクの眼差しの先にのこの「プリキュア」の世界に自分が入れるんだっていうことがすごくあの大丈夫かなっていう気持ちとでもこんなにあ,のありがたいオファーもないのですごくあの私としてはとても嬉しくオファーを受けさせていただきました。はい ありがとうございますこの後映画も皆さんにお楽しみいただくのでお客様の顔を見てねあ届くんだなという実感が皆さん湧いていらっしゃるかと思うんですけれどもあの今回、ふ、まあ、普段は暖かい気候の街に住んでいるトロプリが映画では雪の王国に招待されるということでトロプリキャストの皆様に伺いたいんですが映画を一足先にご覧になったご感想をそれぞれ伺いたいと思います。ファイルーズさんいかかがでしたか はいあの「トロピカルージュ・プリキュアは」はその名前の通り、もり常に常夏の,あの舞台の作品なのであのテレビアニメシリーズでもヤシの木だったり海だったりさんさんと輝く太陽だったりそういったものに囲まれてるサマーたちがあの日常なんですけれどもあの雪の国に行って。 一面、こう、白銀の世界に行った時のサマーたちの、こう、普段との違うギャップだったり、あの、冬のファッションだったりが、ものすごく可愛くて、これはもう、この映画でしか見えない、あの、プリキュアたちの一面だなと思って、すごく見てて楽しかったです。 そうですよね、ははい。はい日高さんはいかがで,すかそうですね。マ、ま、ッ、あ、トロピリといったら、いつもなんか元気で明るくてっていうイメージがあるんですけど、もちろんその、あの、ポジティブな部分はありつつも、どこかちょっと切なかったりとか、ちょっとなんか、寂しい気持ちになるような、でも心が温まるような、そうい,ういったシーンだったりとか、セリフもたくさんあって、なんだか見終わった後に、あのー、 大切な人に会いたくなるというか,なんかそういう作品になったなというふうに思っておりますそうですよね、ありがとうございます花森さんはいかがでしたかはい、もう映画の台本をいただいて実際にこう映画で使われる楽曲の方でもちょっとね、サンゴちゃんたち歌ったんだよねそう、その楽曲も含めて本当にこう真夏 のように輝くやっぱトロプリのメンツたちが冬の世界にいるっていうギャップそう前のお二人もおっしゃってくださった通りギャップがあってとっても面白い題材だなと思いつつ読んでみるとあこれは確かにトロプリの子たちしかきっと何だろう描けない物語がそこにあったんだっていうのを深く感じるシーンが 結構何個もありまして、私の中ではきっとそれが皆さんの胸に届いたときにこう息が溶けるように感動していただけるのではないかなと思っております。ありがとうございます。石川さんはいかがでした。そうですね。いやもう本当にみんなが言っているようにギャップもすごく面白いし、やっぱり映画ならではのハトプリさんとのコラボもやっぱり大きくて、なんかやっぱり普段 そうですね、私たちもトロプリで活動してますけどそこにハトプリさんが来てでも全然なんか違和感がなくてもうあなんかす,あすぐ友達になれそうみたいな見ていても思うようなそんな,なんかこうみんなのこう関わりがすごく素敵だなと思いましたしこう寒い国にトロプリのみんながいてどんな風になるんだろうと思ってたんですけれどもやっぱりこの雪の国で。 こう心を熱くするのはトロプリのみんなの力だなっていうのをすごく感じた作品でした。 ハトプリの皆さんが大集合してみんなでセリフを言うのはなんとか9年映画では9年ぶりということでね<う>本当に貴重でですすねありががとうございいいます瀬戸さんははかがでした、はいまあ、今回「雪の国」に行くということであの真夏たちがいつもいる世界とはあの、ね、雰囲気も変わるんですけど、まあ、台本を読ませていただいてあふれこもして改めて思ったのが本当にあのいい子たちしかいないというか。 もう言葉一つ一つがその状況いろんな物語の中でいろんな状況にみんなが立たされていくんですけどその中でもまあ特にみんなそうなんですけど特にやっぱ真夏の,あの優しい言葉選びというかあその時にこういう言葉を友達にかけてあげられるんだとかあの大人の自分たちもすごく気づかされてやっぱりこういうふうに周りの人に ね、優しく接していきたいよねっていうのをすごく気づかせてくれたなっていう映画になっていると思います。 はい、私たちも学ぶことがたくさんあるなというねうん、うん、ぐっとくる瞬間がたくさんありましたありがとうございます皆さんにご感想を伺ったんですがあの今作の中ではですね松本さんが演じているシャロンが日高さんが演じるローラに特別な指輪をプレゼントしたりとこのローラとシャロンの絆というのが注目ポイントの1つにもなっていると思います日高さん、松本さん今回お互いのキャラクターをどんな風に思いながら演じたんでしょうかお聞きしたいと思います日高さんいかがでしょうか。はい いやあのローラって普段どちらかというとあのトロピカル部のみんなをちょっとなんか巻き込んでわちゃわちゃっていうことが多いんですけどやっぱりシャロンさんってすごく綺麗でどっちかっていうとローラが多分憧れるような多分ちょっとお姉さん的なポジションで多分見ていたっていうこともあってなんかすごい凛としていってなんか私も憧れる女性だなと思いながらすごく責任感のあるとてもかっこいい女性だなというふうに 感じています,す、ね、松本さんはどんなふうに感じていました、えっと、シャロンはあの、まあ、ちょっと謎めいたあのお姫様なんですけどやっぱりその中でローラとこうロ,ローラもその人魚のお姫様候補、はい、女王候補で、はい、あのやっぱり共通点があって全然違うあの国の国の 二人だけど心を通わせていくんんですねなんかそこがすごく、うん、と私はちょっとグッときたというかであの収録の時に私はローラの声を聞きながらできたんですね先にあの一緒に収録することができなくってだから私としては本当にあの日高さんのローラの声ですごく気持ちが乗りましたしあのそこはすごく 助けられました。うん、嬉しいですね。はい、はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。今日あの日高さん、はい、あのトロプリの皆さんも。 スノーハーハトクルリングを、ね、つけていらっしゃいますこれがとっても劇中で大切なアイテムになってきますすからねあ、はい、ありがとうございますさあそして、あのー、今日ご来場いただいている皆さんこのイベントの後に映画を見ていただくということでぜひです、ね、皆さんに注目のポイントを挙げていただきたいなと思うんですけれどもこちららは瀬戸さんかか伺ってよろししいでしょうか、はい、もうも全部っていうのが思いなんですけど一つ挙げるとするならば。 ホアンっていうの、皆さん、ご存知ですか?うん。あ、ご存知でない。ホアンっていう、あの子がいるんですけど。その子たちが、ただただ可愛いだけではなく。本当に役に立つ、あの、携帯模写といいますか。よく動くので、ぜひ、ご注目ください,ねい,いです、ね。ありがとうございます。石川さんは、いかがですか?。えそうですね。ええー、と、じゃ、私は。みんなの。 あの服装もなんですけど髪型とかもいつもとはちょっと違う雰囲気のものが見れたりして結構、最後に出てくる服装や髪型を私はあ見たことないぞ、このみんなの姿って思ったのでそこも最後まで気を抜かずに注目していてほしいなと思います,す、ね、見てびっくりしていただきたいですね。可愛、はい、いいでですよね花森さんかかがでしょうか、はい、あの雪のの世界 が題材になっているんですけれど、あえてお花というものに注目していただけると、より楽しんでもらえるかなと思っております。はい、ありがとうございます。確かにそうですね。はい、日高さん、いかがでしょうか。はい。あのハトプリもトロプリも、あの、やっぱり仲間をすごく大事に思う子たちばかりということで、本人を目の前にしてない時に言う仲間たちへの思いというか。 なんか初期胸がぐっと熱くなるようなそういうセリフがたくさん登場するのでぜひそこを楽しみにしていてください、はい、ありがとうございますファイルズさんいかがでしょうか はいあのテレビアニメシリーズでは結構あの真夏が先頭に立ってトロピカル部のみんなを引っ張っていったりまあ巻き込んだり <laughs> しちゃったりするんですけどあの今回のお話ではローラが自分のこう目的をしっかりと見つめてそれに向かって頑張っていくそしてそれをトロピカル部のみんなで応援するっていうところがすごく魅力的だったのでローラの成長だったりそしてそれを そばで寄り添ってそっと背中を押してあげる真夏のちょっと大人な一面とかも見ていただければなって思いいいまますそうですす、ね、ありががとうございます、はい、松本さんいかがですかで、はいえっと、私はあの本当にこうプリキュア全部を私にとってはもうキラキラしたものだったので見ていただきたいんですけどあのやっぱりこのローラとシャロンの交流の中でこの指輪が出てくるんですね。 この指輪は相手のことを思って、えー、と渡すんです。そうするとあのまあ、ちょっと見ていただければわかるんですけどあの、こう指輪が効力を発揮するんですね。で、なんかそこのシーンはすごく感動しますし、あともう一つあのローラがこう心を通わせていたロ,ローラがシャロンに。 ちゃんんとと言いたいいたこががああるるっていうシーンがあるんですねなんか友達だけどちゃんと言わなくちゃいけないことを言うっていうそのんーと嫌われるかもしれないけど言うのは辛いかもしれないけどシャロンのためを思って私は言うんだって言った言葉がすごくうんーあの。 大人になってもこうあすごくハッとさせられる言葉でしたしそこはすごくいいセリフだったなとあのそこを見ていただきたいですね。すねはい、はい、ありがとうございますというわけでこの後上映も迫っておりましてお時間が来てししままいました名残惜しいんですが最後に代表してマイルズさんそして松本さんよりメッセージをいただきたいと思いますファイルズさんお願いします。 はい。えっ、ー、と、そうですね。今回の映画では、ハートキャッチプリキュアの皆さんと一緒に、あの、トロピカッター、 えー、世界に、そしてトロピカと思い出を作っておりますのでぜひぜひそこも注目していただきたいですし、あのー、舞台は雪の国なんですけれども一年中心はサマーなのでね温かい、あのー、気持ちでそしてさんさんときがめく太陽のようにトロピカって言っておりますのでぜひぜひ皆さんも、えー、映画を見た後トロピカってたなーって思ってくれたら嬉しいですありがとうございます。はい 松本さんお願いします、はいえー、とこうして映画館で、えー、映画を見る,見る満席の映画館で映画を見,る見れるっていうのが久しぶりだと思うんですね子どもたちにとってもあの。これがもうすぐ公開されますけどぜひあの映画館であのトロピカった気持ちになってあのみんなが元気になって。 あの楽しくなってくれたらいいなと思います。はい。はい、松本さんありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは最後に元気いっぱいのトロプリの映画が完成したということで、そのお祝いも元気いっぱいに行いたいと思います。準備をお願いします。はい、私の呼びかけの後に皆さん一斉にお手持ちの巨大クラッカーを鳴らしてください。 さあ、皆さん準備はよろしいでしょうか。よろしいですか。それでは参ります。映画トロプリでトロピカッチャーを。 トロピカルージュプリキュア「雪のプリンセス」と「奇跡の指輪舞台あいさつを終了させていただきます。